皆さんこんにちは、くるくるクールだよ。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。世界のとても難しいから40秒スピードラン、冒頭のいたずらはご容赦くださいませ。 T タマさん、36秒の 0.51% 冒頭のいたずらってなんでしょうね。嫌な予感がするよ。開幕即死トラップ系、とりあえず右押してるけども、ちくしょうめー。開幕は左にジャンプで、よいしょ、こうですね。あのワンワンはどこに入るのが正しいんだろうな。当てたっぽい。ほいほい、1、2の1、分かんなかったぞ。どこだどこだ、どこに行くの。こう、おー、わからないって。ほいほいほい、しまった、引っかかっちゃった。もういいじゃん、とりあえず先の様子も見たいし、このままどんどん頑張っていこう。手前に入っちゃったよ。ブブー、なるほど、右と左はつながっている。こう来てこう来てこうです。なんかちょっと遅いけど、まあいいでしょう。ギリギリセーフな部類だと思う。で、ここのドスンさんには要注意なんだけれども、1、2の届かないか。ギリギリでジャンプしないと間に合わない。と、了解了解、オッケー、わかりました、任して。ほいほいほい、ピロンピロンピロン、あー間違えた。くるくるくるには任せらんないな。安心していただける動画を作りたいんだけどな。よし、一番奥に入ったら右ダッシュ、メットをかぶっての、ここがね難しい。1、2、届くか届くか、3回、あら、ヒップドロップか。多分メットかぶったままいかないとダメなんだろうけども。ほいほいほい、あそこをどうやって抜けるかだな、次の課題は。ここはなんとか抜けられるようになってきたんで、結構成功率も高い。2の、あー、これ間に合わないかも。6、これはショット、間に合った。残り26秒。ここまでは毎回一緒なんだよね。1、2の、3回、あと。どうだ？くそー。もうちょっと進んだ、ちょっと進んだ。と、今のタイムロスしてるけど、まあ、間に合ったから OK ということにしておこう。問題はここなんだよな。間に合って、ほいほい、間に合った。 P スイッチを踏んでこれたけども、この先はこれでいいのかな。どっこらしょで、どんどん急のまま進んでってますよ今。これでいい、しまった、残り4秒。あー、そしてここでメットがないとダメじゃないかーい。でも面白いですね、このコース。決して不可能ではない高難易度コース。冒頭のいたずらはちょっとあれですけれども。よいしょ。しまったな。今のタイムロスがもったいないぞ。これがどう出るか。よいしょ。ということは、この先を入ったところで残り25秒くらいになっちゃうのかな。よいしょ。26秒のままいけたか。ギリギリですね。よいしょ、1、2の3段ジャンプに向かって、クソ、また逃げてしまった、ちくしょう。オッケー、練習練習。よいしょ、多分カットしてるだろうけど、練習練習。ほい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 、オッケー。ここまではうまく入ってこれるようになったな。よし、これた、メットなくてもいけるじゃん。さすが俺。カットしてるだろうけど、練習練習とか言ってクリアしちゃった。やったよ、でもかなり時間取られた。多分ね、本当はメットをかぶったままここまで来るのが正解なんでしょうね。40秒スピードラン、冒頭のいたずらにはご容赦くださいませ。タマさんのコース、ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。お次はこちらのコース、巨大ファイヤーバーのお城、
赤の子さん、クリア率 5.10% の58秒。サムネからして難しい、面白そうないい感じの雰囲気になってますよ。赤の子さん、緑の子さんとかもいらっしゃるんでしょうかね。これは、あー、なるほどね。確かに巨大ファイヤーバーだわ。あ、こういうの作れるんだね。センスが素晴らしい。これはくぐっていきたい。間に合った。わーし。危ねえ。あーしってなんだよ。あんまり気にしないで。あ、ファイヤーバー。あのファイヤーバー取りに行きたいな。取れるかな。取れたけど、当たっちゃうよね。そうだよね。次はどこに進めばいいんだ。あ、あそこ落ちるのか。それはわからなかった。畜生、ワンダメージ無駄にしてしまったぞ。これは、本当は大きいまま来れるようになってるんでしょうね、多分ね。きっとそうだと思う。あーおー、このコース。よいしょ。ここでファイヤーバーを出して、いや、待ってよ。ここで、ダメージ食らっちゃってからファイヤーを取っ、畜生めー。なんでもないよ、皆さん。分かってたでしょ、クルクルクールがこういうプレイをするっていうことは。落ち着いて、落ち着いて。勢いに任せていくとさっきみたいにアボーンってなっちゃうから、なんだか下にコインがあるのが気になるけども、まあいいや。とりあえず土管の方にお邪魔します。そして強制スクロールとかじゃないだけまだ親切設計ですかね。これで強制スクロールだったら相当やばいことになってくるんだけど、ここで壁キックとかも入れてくるか。難易度上がってきた。ここは3連のファイヤーバー、なんとか抜けられたよ。次はカロンさんまでいらっしゃる。しゃがんでスルー。よいしょ。あー、今のもったいないな。無敵でゴリ押しできたのにな。ここです、ここです。これキノコじゃないの、キノコじゃないの。キノコに気を取られてやられてしまった。ここです。ゲー、間に合った。この先のキノコを取られ取るか取られるか、弾を取られるか。よいしょよいしょ。ここでもしここでチャンスを待つ。チャンスを待ったけども、あぶねー、あぶねー。本当に危ない。これキノコを持ってないとクリアできないとかそういうこともありえますからね、最終的にね。ここです。お邪魔します。頭当たってたけど、まあいいでしょう。これはファイヤースネーク系のコースかな。床が壊されないように祈るけども、こっち、次また上行って下行って、なんでしょうね、これはキノコかな。イチャップは今はいらないね。でも上をくぐっていけるのがありがたかったかな。怖い、今の当たったと思った。よく生き延びたな。あ、くそー、ちょっとゴリゴリしたかったけど、ギリギリなんとか進めてきた。そろそろセーブポイントくださいよ。イチャップはいいよ。ゴール、ゴールの方がありがたいわ。ラッキー、マリオナンバーワン、フフ。よし、無事に巨大ファイヤーバーのコースクリアできました。赤の子さんのコースですね。緑の子さん、青の子さん、黄色の子さんいたらぜひ教えてください。それでは次のコース遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。今日の最後、襲撃のカーテン、真っ黒クロイさん。すごいね、サムネであの書体で襲撃って書くのはかなり大変な気がするんだけども、ただコースのイメージが全然わかりません。どんなコースになっているんでしょうか。襲撃、ここまではたくさんの砲台がある以外はいたって普通なんだけども、よいしょ、これもね、よいしょ、投げちゃえば問題なしにグーでしょう。いいのかな。はい、このままどん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 進んでいきますよ。ネットもかぶれるし、投げれるし、はい。うおー、なんか来た。危ない。そういうことか、あいつらがどんどん襲ってくるんだ。俺は急がねえと潰されるぞ。頑張ってマリオ、
頑張れ。まさかそんなコースだとは思っていなかったから全然油断していた。これで間に合うか。おいおい、いや今は距離を少しでも稼ごう。くそー、マジですか。これ勝手に爆発するの待ってて大丈夫？キノコ、キノコ欲しいけど。うっ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 、畜生め。最初からか。了解了解、オッケー、わかりました。さっきはスタートでグダグダしちゃったんでね、今回は騙されない。一気に急いで進んでいくる。これキノコじゃなかったっけ。キノコを叩いて、キノコを叩いて。はい、まあいいや、細かいことは気にしない。よいしょよいしょ、どこだっけな、この辺。バネが入ってるんでどんどん進んでいきます。結構今回は余裕あるんじゃないの、さっきに比べると。さっきこの辺でも追いつかれてたからね。了解了解、どん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 進んでいく。よいしょ、メット取られちゃったけどそれも気にしない、気にしたら負け。よいしょ、どこだっけ、次ボンミヘイが出てくるんだっけ。よいしょ、この辺で、キノコは欲しい。よし、キノコは欲しい。あのボム兵が爆発したら行こう。行くよ、急げ急げ急げ、ジャンプとかじゃない。なんだこれは、カメカメ。なんだこれは、バネを使えってこと、いくつか。マジでバネを重ねろ。こんな感じっぽいね。やばいな、これバネを拾えない、バネを拾えない。畜生め、間に合うかな。急げ急げ、あー来た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 。上の様子を見てこよう。あー3つでよかったんじゃん、畜生。次で決めてやるぜ。襲撃、俺に終わりはないんだ、これが始まりだ。何言ってんのか自分でも全く分かってないから、みんなもスルーしてくださいね。意味のわからないことを言うクルクルクールです。よいしょ、しまった、ちょっとタイムロスした。しかもこんなところでまたタイムロスした。しょうがない、この先急いでいくしかない。もうさっきのバネの仕組みもわかったんで、何にも焦ることなんてないさ、落ち着いていけば大丈夫。この辺に赤の子の子がいらっしゃったんで、スムーズに蹴っ飛ばして、ほい、お邪魔します。そしてよいしょ、いいんじゃないの、こいつが出てくるの遅いな。もうちょっとで早く出てきてほしいけど、しまった。あー、まあいいや、開いた開いた開いた。キノコはいらない、もういらない。よし、そのバネも出しておいて。お、キノコ勝手に来てくれた、ありがとう。バネ3つあればいいんだから。ほいほい、取れないんだよこれが、畜生。この辺です、この辺です。よし、あと1個、あと1個、あと1個。間に合って、落ち着いて、落ち着け。よし、取れた。もうダメージは気にしない。で、3つあるんで重ねて。おし、入れたぞ。これで間に合ったんじゃないか。わーおー、みんなに祝福されてからのゴール。イエス。なんかこの間のガンダーラコースといい、こうやって潰されるのが最近流行ってるんでしょうかね。なんとかクリアすることだけできました。終幕。真っ黒黒いさん、襲撃のカーテンでした。ありがとうございました。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録していただけると、くるくるくるがとても喜びます。コース募集もしてますよ。皆さんのコースどんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。